宇宙の始まりと言いますと、皆さんよくご存知のようにビッグバンで宇宙が始まったということになってますね。これは観測的にもすごく証拠が得られていると思います。だけれども、本当に宇宙がなぜ始まったのか、大きな謎です。それから宇宙の中には、熱いガスがで始まったと考えられているわけですけれども、そのガスがだんだん固まって銀河や星やまた惑星ができ、またその上で生物、人類が生まれてきたということになっているわけですよね。言ってみればビッグバンの初めに構造、宇宙の構造、人間の存在も含めて構造の種といいましょうかね、そういうものが仕組まれていたはずなんですよね。そういうことを考えると、実はもう少し宇宙の始まりそのものを研究する価値があると考えたわけですね。具体的には、力の統一理論という、物理学的な基本的な4つの力というのを1つの力にまとめ上げようという、そういう理論が実は宇宙の初期にですね、真空の装填という、普通は理解しがたい概念だったんですけどね、その、研究の中で、アインシュタインの相対論と組み合わせると、我々の宇宙は本当に倍倍ゲームで、つまり数学的には指数関数という急激な加速度的な膨張をすることが分かったと。しかもその加速度的な膨張が終わるときに真空のエネルギーというのが実は熱のエネルギーとして解放されて、この宇宙は火の玉の宇宙になるということも分かってきたわけです。私自身も、もちろん提唱したんですけれども、この宇宙の中でインフレーションの時に、想定できるような凸凹は実は宇宙の構造の種になるんじゃないかと考えたんですけれども、以後いろんな方の研究で、むしろ量子論的な揺らぎがあること、それがインフレーション中の量子的揺らぎがこの現在の宇宙をですね、構造を決めているんだということになってきたわけですね。それまでは正直言ってインフレーションの大きな欠陥で、こんな欠陥があるのにこの理論は生き延びるんだろうか、どうせ潰れてしまうんじゃないだろうかと心配してたんですよね。それが見事に相対論の世界で実現できるということを気がついたというか、やっぱり人生で一番興奮した時じゃないかと思いますね。よく世の中にはこれだけ分かったらもう分からないことがなくなっているんじゃないかという考える人がいるんですけども、実は科学ではそんなことはなくてですね、深く知れば知るほど、たくさん知れば知るほど、知らない世界の中で知ってる世界の、体積がどんどん増えていくわけですよね。そうすると、そういう分かっている体積の表面というのは増えてくるわけですね。フロンティアというのは決してなくなるんじゃなくて、むしろ増えると言ってもいいかと思うんですよね。そういう営みの中で新たに知らなかったことを、知らないことがあるということを知ることになると思ってるんですね。そして次の、課題とか問題が生まれてくるわけですよね。知れば知るほど新たな謎が分かって、より深い真理に向かって科学は進んでいくと、これが本当の科学だと思ってるんですよね。まさにこれを解いていくのは今学部とかですね、いろんなところで研究、若い方がされてる。ぜひそういう元気な学生の皆さんにはですね、この分野に、物理学の分野にですね、花開くはずである21世紀の物理を作るためにですね、頑張ってきてほしいと思いますね。